秋が深まりを見せる中、丹波市の農園では上品な甘みが特徴の西条柿の収穫がピークを迎えています。丹波市市島町の桑村農園では 2.6 ヘクタール余りの畑に西条柿を中心におよそ1300本の柿の木を栽培しています。西条柿は中国地方特有の品種の渋柿で、形は縦長で表面に4本の溝が入っているのが特徴です。今年は夏の猛暑の影響で例年より1週間ほど色づきが遅れましたが、甘くて美味しく育ったということです。秋、ビタミンのたっぷりの美味しい季節のものですので、大変美味しく食べていただけると思いますので、ぜひ西条柿食べてみてください。収穫された西条柿は農園内の加工場でドライアイスと一緒に密封して渋抜き処理をされ、上品な甘さになるということです。この西条柿、直売所で来月中旬頃まで販売されます。